なんだこれ、雪。11月だ。ふんねえふんねえと思ってたけど降ったわ。でまだ降るぞこれ。山の方だって雲すごいもん。はい、ということでなんか朝起きたらもう冬になってんすよね。バカじゃねえかなと思ってあのさ、いやそれでもまだ15センチくらいなんだよね。だからまあまあまだいいんだけど、今日来客があるわけですよ。来客というかまあ僕のチャンネルを見てる人なら知ってる人じゃないかなとは思うんですけれども、その方と動画も撮るんです。でまあ今日はね充実した日になるとは思うんですけれども、家事もやったりだとかして、なんだけれども雪はねこれ想定外なんですよ。だから雪も降ってるしね、え髪もまだこれナチュラルだしね、ナチュラルヘアですよ、もうナチュラルヘア、うん、まあいいや。今で8時半なんでちょい急ぎながら準備をしていきます。とりあえず髪だけ変えちゃいますか。はいっていうところで、髪はね10分くらいやれば終わるんで大丈夫だけど、あとはまあ家掃除機かけて、いや玄関前だけちょっと雪かきしたいねっていう感じなんだけれども、でもまあ買い物もあって、あとねあのストーブの灯油も買いに行かなきゃならないんで、まあいろいろやっていきますわ。その来客の方とね、動画を撮っていきたいと思うんで、今しばらくお待ちください。とりあえず玄関前となんか駐車場スペース的なとこだけでいいわ今日。多分屋根雪になるがな、大丈夫だと思うんだけど、なんかね雨予報とかも疲れたあるから多分大丈夫だと思うんだよね。とりあえず今終わりでいいや。これ何時、あもう9時じゃん。9時何分だっけ、5分くらいか。9時5分くらいなんで、はあちょっと休憩して、で、灯油を買って買い物行って、みたいな感じですね。とりあえず休憩。もう10時なんで、灯油を買って買い物行ってちょっとのんびりしてからご本人と合流したいと思います。行ってまいります。帰ってくるまでスキップ。戻りました。はい、買い物も行ってきましたよ。重たいよ、はあ、とりあえず片付けて10時45分くらい、これそうだね。なんで片付けをしてちょっとお迎えの方に行ってきたいと思います。多分お迎えで会ってると思うんだけど、はい、そろそろ行きますか。あー緊張するよね、初めて会う人って。初めてっていう感覚はないんだけども、とりあえず行ってまいります。
よし。よし。さて、到着です。もうちょっとしたら多分ね、汽車が到着すると思うんで、それまでちょっとね、待ちたいと思います。ああ、北海道っぽいのが嬉しいけど。いや、なんだろうな、でも北海道っぽいものって。ラーメンとか。ラーメン屋はまあ、うちいつも行くところはあるんですよね。なんか、あ、そっか。北海道らしいのかな、わかんないけど。でもまあ、普通になんか味噌ラーメン的なの。あ、いいんじゃないですか。北海道のラーメンの時点でいいと思う。うん、行ってみます？うん、それ行きましょう。朝から俺も動画回してまして、あ、そうだよ、 Vlog 系なのかな、で、一応なんかこうコラボする人いますみたいな感じで撮ってて、すごい。でもその前に買い物とかしなきゃいけないんで、ちょっと やっていきますみたいな感じでも喋ってた、ね、すごい。で、そこで今藤川さんがいるっていう状況に急になるんで、急におじさんが入ってきた急に入ってきた。すごいね、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。うまい、うん、何食べるの、ガリガリ、うん、おいしいの、おいしい、道民ならではですよ、ストーブ炊いてアイス食べるわ、うん、まだまだまだ、うん、ちょっと一気に食べちゃって、おっきいがあるね、おいしい、こっち見て美味しいって言わない。美味しい。最低だな。美味しい。何食べたの？ガリガリ君。そう。ガリガリ君。さようなら。バイバイ。